ダイハツ系にソニーカウンタックの市場にソニーカウンタックの市場に行きますか。 V 型3気筒が乗ってますよ。 V 型3気筒でバランス悪いですよねこれゲート式なんです。ゲートいいですね。ただこれ、うん、あ、ちょっとこのフィーリングですか。セダンみたいにこう、スムーズにいかないっていう、このニュートラルからがこう、そうですね、こうなんかワンテンポ置いてあげないと、こうやって乗らないとちょっと引っかかる感じですね。スルスルダララって言いません？はいはいはい。それができないですよね、はい、だと音がうるさいですねガチャガチャそれがちょっとな、やっぱ K だなっていう。でも反応は一丁目早いです、これ。さあ、CVT、はい、でも回転は低いんですよ。そうですね、2000あまり回らないんで。初っすか、それか。初ですね。タントとこの間ずってましたよね。はい、どうですか。あ、いけるっすね。全然いけるっすね。荷物がなんかくしゃぎましたね。くしゃぎましたけど、はい、カラカラってますね。なんかゴミが転がってますね。結構いい感じに。そうですね。虫がめっちゃなんかいません？なんか入ってきましたね。入ってますね。割と、まあ、タイヤが細い分ちょっと、まあそうっすね。結構無茶できるんで、この車。まあ、勢いいいっすね結構出ますよね。勢いいいっす連打したビビ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 ってます。普通 K って戸惑いません、この。ああ、そうっすね。行っていいのかなってんですけど、全然パンシュッて出ますね。音っすね。ピッコ、この音嫌いなんですよ。可愛いですね。気が抜けですよね。また遅っ。ちょっと足硬いんですかね、なんか。通常より。でもそんななんかこう気になるほどなんか乗り心地悪いみたいな感じはないですね。で、意外にこう前席は、そうですね、後ろちょっと狭いなと思ったんですけど、ソニカの一個悪い点がよく煽られるんですよ。ちっちゃいからですか。ちっちゃいから、なんか必要以上に煽られる気がする。気のせいですかね。そうなんですか。ここ最近もしょっちゅうありますよ。あ、そうですか。普通に制限速度走るのに、はい、こんなんしても右寄ってもう早く行けよって言わんばかりな感じで。あ、そうなんですか。なんか K だと思って、はい、舐め腐ってくるんで舐め腐ってくるんで本当にそこだけですかね、ちょっと気になるの。まあ K 全般そうですね、なんかね。今60ぐらいして大体こんな感じで、回転低いですよね。大体そうですね、1900回転ぐらいキープですね。結構そう、なんかキビキビ走る感じですね。ハンドリングも悪くないです。悪くない。これゴムがやっぱり薄いからですかね。あんまりタイヤでこうよれる感じはしないかもしれないですね。結構こうなんでもありません。そうですね。意外とちょっとスポーティー走行もできるっていう。できるっていう、面白いと思います。これ7速なんですよ、このCVT のせい。ああ、そうなんですか。なんか買い物に行くには、まあスポーティーに買い物できる感じですね。そうですね、山道スリスリと僕どこで買い物行くんですか、山道スリスリ。山を越え、谷を越えみたいな。シートもなんか、ベンチの割にちゃっかりなんかホールドされてません。そうなんですね。割には割にはなんか不思議な車なんですよ。そうですね。よくなんかこのちょっとリスナーさんが言ったのがガラスの反射があって聞いてたんですけど、はい、僕はそんな気にならないですね。ああ、そうですね。ちょっと太陽に向かって走ると若干そうなんですね。上に反射するんですけど、映り込んでましたね。どうしても出し物奥があるんで、まあしょうがないのかなと思うんですけど。そうですね。高速意外とやっぱ今の系多分 CVT ターボになったんで、はい、高速もすごい楽に走れるじゃないですか。疲れないんで。
今までこう、昨日ちょうど、あ、そうなんですよ、意外と平気でしたね。あ、そうですか。昔の系ってやっぱりちょっと遠出しようと思うと辛くなる。まあそうですよね。だから今の系ってやっぱり遠くも行けるような、うん、感じになってますよね。はい、全然、まあ、あのパワーもしっかりですけど、そう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 、まあミッションも苦にならないですよね。違うと思うんで、ちょっとユージさんに体感してもらいましょう、これを。そうですね、はい、ドライバーチェンジで。ソニカは乗ったことないですね。まあ、でもなんか名前なりの車かなって感じですね。今日はダイハツのディーラーマンですか。そうですね、ダイハツの営業マンで。どうでしょう。まあやっぱそうですね、回転低いな。低いですよ、うん、これはなんか燃費確かに良さそうな、良さそうな雰囲気しますね、雰囲気は。ぶっちゃけ興味、こんなターボそんなかかってないと思うんですよ。そうですね、そうですね。だからいざという時に回転上がる時にターボ効くの感じかなと、うん、結構低い回転から効かせるような味付けにはなったかもしれないですね。まあまあまあ、うん、なんか軽っぽくないなと思ったんですよね。シートいいですね、これシートです、うん、程よく程よく疲れにくいですね、うん、シートいいですよ、これこれ。あと見た目、なんだろう、背が高い、低いせいか横幅に見えません、なんか目の錯覚が。あー、確かに狭さ感じないですよ。確かにこれ多分縦が出ると、うんうん、狭く感じます。そうですね、上はあるですけど。まあ確かに、確かに映り込むな、こういう感じしますよね。僕は気になるんですけど、言われてなんか気になっただけだって、うん、気にしてなかったですね。あの、デフロスター付近が、あ、そうですね、結構、結構、うん、そんなとこ見てないんだ、結構車内静かじゃないですか。そうですね、んか、うん、確かに結構レビュー見ててもコンパクトカッポみたいな、うん、なんの早いですね。早いですね。ただ CVT 独特の変速ですけどね。あ、まあまあ、そうですね、あの機械的にやってるんで。そうですね、どうしても癖あるんですけど、こんな結構入っても平気ですよ。本当ですか。全然平気ですよ。本当っすね、本当っすね。あらあらあら、そんなメーターが足りなくなりますよ、じいさん。メーターが足りなくなりますよ。そんなでもこのソニカなんか不具合出るんですよ。あ、そうなんですか。なんか高速乗ってて、はい、なんかその140って書いてもなんかスピードが出ないんですよ、それ以上。あ、出ないんですか。なんか不具合ですかね、デコースター。あー、そうですね、なんかそうですね、そこで止まっちゃうんですね。そうなんですよね、なんか、うん、うーんってなってこう、あ、なんか書けばいいんじゃないですか。書けばいいんですけど、でもそれ以上メーターが分からんすよ、うん、あー、そういうことですか。不具合なんで、ちょっとディーラーに行って。あ、そうですね、でも話聞くとなんか HKS かなんかからってあの対策キットが売ってるみたいで。あー、対策キットあるみたいで。何ですかめちゃくちゃ言ってますよ、対策キットリミッター対策キットですね。いや、僕そんな止まる車乗ったことないですもん。まあ、それはそれで置いといて、どうですか。いや、結構軽快に走るし、いいですね。そうなんですよ、うん、S に入れたこと結構あるじゃないですか、うん、そうですね、うん、走くんで、うん、でもなんか、ベタでバンって言うとあんまり速くないですよ。そういう制御なんですかね。ベタから少し離してからだと、うーってこう走くんですね。 CVT ってそういうもんですかね。制御の問題ですか、ね、制御の問題だと思うんですね。でも一昔の前のトヨタの出始めの CVT もそんな感じですね。こうガンって踏むとうーんで少し抜けると8割踏みぐらいの方がそうなんですよね、いいかもしれない。そういう感じのセッティングじゃないかもしれないですね。うん、意外となんかなるほど。いや、初めて乗りました。意外とキリキリ走ってくれますね。で、まあ、こういうデザイン的なことを置いといて、走りとかに関しては最近のだから K とかには負けてないなっていう。そうですね、燃費もしっかり見劣りしてないですよね。よ N ワゴンとかだと100キロ11秒ぐらいなんですよ。ほぼほぼ変わらないですね。あ、そうそう、ちょっとぐすぐってくるね。そうですね、ぐすぐってくるね。ちょっと抜いてあげた方が。そうなんですよ、結構やっぱ走りますね。走るです、うん、でもなんか CVT なんで、あの 4AT とかのターボ車とまた感じが違うですね、はい、走ってる感がないっていうか。そうですね、やっぱこう CVT って結構あの苦手みたいな優勝いますね。僕最初慣れな走らないなと思ったらメーター上がってるんで、はいはい、あれみたいな、回転がこう同調する感じじゃないんで、音とそのスピードが合ってないっていうか、合ってないみたいな、シューってこう違和感がありますよね。それがちょっと苦手でしたね。
坂道、いや、絶対楽に登りますよ。フル乗車するとやっぱり重たいですね。ああ、ですかね。ちょっとなるですね。うん、ちょっとそうですね。なる感じですね。これで見にくくないですか、角やっぱり。うん、確かに。だいぶ四角になりますね。さっき右曲がった時どうでした？うん、ここ見にくいですね、やっぱり、うん、この辺もうちょっと見えてくれたらなみたいな。ああ、そうですね。ちょっとラグがありますね、もう、うん、ちょっと最初、低トルクがやっぱ、うん、ないなっていう、はい、初ソニカ、初ソニカ結構走る、意外に。そうですね、まあ、うん、こんな感じで、はい、僕的にはまあ、はい、まあ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 、気に入ってます、はい、気に入ってます。はい、ただこの同じ年式考えたらダントツかなみたいな。そうですね、感じですね。意外と乗ってみると、え、ソニカ全然いいじゃんっていう。そうですね、シートもいいし。だから変な話、今あの、まあ、免許取って、はいはい、ちょっと軽買おうかなって思った人、うん、安いし、うん、まあ面白いし、燃費いいし、うん、走るし、うん、結構おすすめなんですよね。おすすめですね。結構コスパもいいじゃないですか、うん、で装備も十分ですから。確かにこういうハンドルでエアコンが使えたらちょっと面白いのが。そうですね、これで、これはオーディオの繋げばできる。僕まだ繋いでないんで。そうなんですね。全部そこでできるんで。で、夜も全部これ光るんですよ、これ。ああ、そうですね。光ってますね。光ってますね。うん、光ってますね。なんかライトつけてますよ。いや、ついてないです。これ常時点としてるんですか、常時ですね。全部光るんですよ、全席、うん。光ってますね。で、ここも光るんですよ。あ、そうなんですか。あちこち光るんですよ、なんか。へぇー。だから、なんか高級車気取りというか、なんていうか。あ、ほんとだ。光ってますよね、ここ。はいはいはい。光るんですよ、ドリフトなんで。へぇー、そうなんだ。あっちゃこっちゃ光るんですよ。結構、手こんなね。ここも光るんですよ、ちゃんと。はい。あ、本当ですね。こっちはあのつければ光るんです。はい、本当だ、ちゃんと光ってますね。すごい。そのところ見るとミラーの調整スイッチまで全部光る、光ってますね。で、メーターも常にこうやって発光してるんで、はいはいはい、結構なんかちゃっかりしっかりしてるなっていう印象がありますね。ただリア乗るとどんどんっていう、はい、ということで、じゃあいつものエクステリア、インテリア、ドライビングフィール、はい、エクステリアはどうでしょう。3点3点かな。3点だもんか。3.5 かな。3点かな。3.5 ではないですね。2.5、2.5っすか。なんか僕あんまりなんか3かな。3かな、うん、なんかチンチクリンっていうか。まあでもこうあれですよね、こうボディサイズ的にデザイン上仕方ないというか。まあ、3ですか。うん、まあ3かな。じゃあ、なんか正直僕外装に関してはあまり好きくないんですよ。ああ、そうなんですか。普通のなんか遅そうな系に見えちゃう。だからおられるんですよ、多分バカにされるんですよ。あ、そうなんですか。後ろからこう来た時多分なんか遅そうじゃないですか、この車。ああ、そう見える、ね、ハイエースがめっちゃおられますもん。ああ、そうですか。だからなんかその辺みたいに遅そうに見えるのかなと思って、 2.5 なのかなと思ったんですけど、まあ、まあ一応じゃあ星3つということで、はい、本当におられます。多分ソニカの方でも見てたら分かると思うんですけど、はい、ああ、はい、よくおられるなっていう。もう 実は早いとか言って変えておきましょう。実は早いって。はい、ってことで星3点。はい、3点。3点あります、3つ。じゃあ、インテリア。インテリア。インテリアは、3.5 かな。ああ、ですか、やっぱり。3.5 かなって感じですね。4.7 ですね。いや、そういうなんか、例えばこういうところ光ったりとか。こういうおしゃれなんですよ。うん、ただちょっとなんか殺風景っていうか。あ、この辺なんか寂しいですよね、なんか。そうですね。思いのほか、スズキとかの方が収納スペースをうまく取ってますね。あ、いろんなところに収納、細かいとこあるんですけど、結構でも、あ、そういう感じですか、ね。まあこの辺も鈴木とかあるんですけど、小物入れが多くないですか、鈴木系って。そうの見ると、うん、まあだとアイシスみたいな、なんか前トヨタなって感じの、はいはいはい、この辺もそうですか、こういう横向きにしたルーパー、ルーパーってなんか、はいはいはい、まあでもドリンクホルダーもあるし、まあまあまあ、でもこれちゃんとこの中物入れあるんで。そうですね、意外とちゃっかりしてるんで、ちゃっかりしてるんで、まあ、あとまあモモステッツ、この、RS リミテッドだからまあモモステなんですね、ついてるんですけど、はい、まあ、これがあったらまあでも4じゃないですよ。うん、3.5かな。3.5ですよ。そう、僕も3.5かな。でも3点ではないですもんね。ちょっと いいポイントあるじゃないですか。ちょっと寂しくないですか、なんか、まあ、シンプルじゃシンプルですね。はい、こんな感じで、じゃあ星 3.5 個、はい、3.5です、はい、3.5個、はい、はい、でドレンビングフィール、はい、うん、僕これ4つけたいですね。ああ、4ですか。軽と考えたら4ですね、はい、走りに関してはちょっと特別な感じがしました。CVT なんで、やっぱりその好き嫌い
慣れるまではちょっと違和感感じます。街乗り乗ってるとどうしても1900回転ぐらいしか上がらないんですよ。ああそうですね。でなってるんで、あれこれ加速してんのみたいな感じな。フィーリングがどうしても独特じゃないですか。そうなんですよ。だからそれが俺嫌だわっていう人も結構いるんであれですけど。だから僕 AT しか乗ってこなかったんで、すっごく違和感感じて遅く感じたんですよそれが。でもよくメーター見るとしっかり進んでるんで。スムーズに上がってきますよね。そうなんですよ。だとまあ乗ってるフィーリングがまあ 1.3 リッタークラスぐらいなんか、まあ1リッターより走る気がしますねっていう感じのターボあるんで。そうですね。そんな感じな印象なんでまあ 3.5、4、4ぐらいかなっていう。でまあ走った曲がった感じも安定してるし。なるほど。ただ5に行かない理由としてやっぱり後ろがやっぱりやばいなっていう。やばいですね。そうだ。逆にそこが良かったら。この車で5点になってるかもしれない。なってます、はい、せっかくリアスタビついてるのになんかそこ柔らかいせいで縦揺れが弱いじゃないですか。そうですね。逆にこうスタビなかったらもっとやばい、そうですね。もっとジタバタする感じになっちゃうのかな。ドライブフェア良かったです、そうですね。どうですか、指先で。いや全然ありですね。シフトも早いし、シフトも早いし、ゲートシフトだし、こうおしゃれですね。そうなんですよ。これ。ってことで星4つ。4つかな。K の中で4つ。でもこれが出た当初だったら、なんかだいぶいい感じがしますね。だいぶいい感じ。あれ意外とソニカいいじゃんってこう、今の時代でそう感じるんで。そうですね。全然いいと思います。そうですね。おすすめですこのソニカ。おすすめ。まあこんな感じで参考になればと。はい。参考になりますかね。なると思います。まあ、ソニカもでも、はい、やっぱりマウントが弱いのがほとんどなんで、この辺だけ。そこはちょっとあれですかね、ウィークポイントかな。あと CVT がやっぱなんか、なんか高い音がたまになるんですよ。はいはいはい、なんでかわかんない、なんかの表紙で、ちょっとその時にヒーンって、なんか、新車情報って言ったんですけど、はいはいはい、あれでもなんか、鳴ってたんですよ、音から。音出やすいんかな。出やすい構造なのかなと思って。でもそんなに気にならないからですね。音楽聴いてるし。まあそうですね。大きい音じゃないんで。まああとはその CVT のフィーリングが、受け入れれるか受け入れれないか。これマニュアルがあったら面白いですね。ああそうですね。こんだけ。そうですね。あとトルカルダ感じましたよ、これ。はい。そうですね。こんな感じで今日その他紹介しました。はい、まあ買い物用なんでちょっとさらっとカスタムしようかなと思ってるんで。あさらっと、はい、車庫長とホイールと、はい、アクセルと、あ C ですね、それ、うん、C ですね、はい、じゃあこんな感じで今日は、はい、結構個性的なね1台で良かったですね。ちょっと変わった人が乗ってもいいと思う。はい、良かった。ワゴマルとかかかる面白いですね。絶対あ高速シュンシュン走るんですよ。120キロ常に何だろう維持してても、はい、3500、4000もあるぐらいですね。140維持してても3000ギュンギュンですね。全然そのまま走れるんで、はいはい、リミッターカットする108出そうっす。出そうっすよ、本当に。分かんないですけど、はい、こんな感じで今日ソニカ紹介したので、また皆さん昼間平日来れる方いたらぜひお越しください。よろしくお願いします。それでは今日この辺でさよなら。さよなら。So I said no, 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 it was supposed to be my plan to kill. What did you do to me? I killed a no one to fight for champions. I can't believe you're trolling. I killed a no one to fight for champions. I can't believe you're trolling. Wait a minute!